はい、こんにちは。こんにちは。さあ、よいしょ。スリービーチャンネル番外編で、あ、ケイジさん登場でございます。こんにちは。来たぜ。よし、よいしょ。名古屋ネタについてテンションがだいぶ違います。さて、今回も引き続き、滝沢会長と、はい、どうぞ。さて、滝沢会長がいらっしゃるということは、先日 の、 イタリアでの試合の件をね、ちょっといろいろ聞きたいんですけど。聞きたいな。 R キースの試合ですか？ね、そこ、はい、そこアルファベットいりますか？滝沢会長、あの試合、チーフセコンドって形で入られたんですか？あ、そうですね。そうです。まあ、力士マスノリに関しては、まあ、週2回、僕がミットを受けたりとか、はいはい、してるので、それで、まあ、今回チーフセコンドで。メインでいいやん、メインで。え、メイン？メインだよ、メイン誰だろう。あ、バッチャー。あ、多分メインが僕なんですね、だから。メイン、まあ、メインが、メイントレーナー。チーフメインって何が違うの？中に入る人がチーフセコンド。そうですよね。あ、やばい、頭悪いのバレちゃう。メインなのかな、はい、メイン。今回試合に挑むにあたって、はい、どういう戦略かなんかは立ててました？あ、もうその戦略に関しては、もうマスノリがこうもうぎっしり、手書きで書いて、それを僕に渡して、で僕はそれを丸暗記して、でただマスノリも一応全部覚えてはいるんだけど、やっぱそのスパーとか試合中は忘れてるん で、 そこで僕がこう補助するような形、なるほど、っていうのを2人でやってる。すごいね。まさに僕は全部こうやってやってっていう。あ、もうそうですね。もういろんなパターンを想定して、すごいですよね。外回りの時はこのパターン、内回りの時はこのパターン、途中採点で負けてたらこの作戦っていうのを、だから僕は全部それ丸暗記して。めちゃめちゃ賢いですよ。すごいですね。丸暗記してる滝沢会長も素晴らしいですよ。SGL 会長っすよね。SGL 本名で無理やりイニシャルをつけてます。そういうの嫌いじゃない。嫌いじゃない。ということはお話できる範囲で結構なんですけど、はい、大まかに言うとどういう作戦だったんですか？そう、結局もう KO じゃなきゃ勝てないっていう、うん、もう絶対海外の、そう、もう完全海外でアウェイだったので、まあもう判定じゃ絶対勝てるの、はいはい、なんで、マスノリっていつも結構、まあ街のスタイルっていうか結構見合って展開でこう、でカウンターを狙っていくっていう感じなんですけど、その試合に関してはもう自分から積極的にいく。あれすごかったよ、マジで。もうそれを1ラウンドからやる。そう、1ラウンドから。とにかく見合っちゃってると絶対飲まれるので。なるほどなるほど。絶対海外で、でマグネッシュって結構グイグイグルメファイチャーグルメファイチャー相当きついでしょ。強かった。で、まあもう外国人ってスーパーフェザー級ってなると、はい、もう外国人のフィジカルってすごいんですよね。うん、強いので、まあ、日本人にはないそのフィジカルとかプレッシャーがあるから、きっとそういつものように見えたらもう飲まれるっていうのを思ったんですね。なるほど。だからもう自分からとにかく打ってくる。だって打っててもやっぱその圧がすごかったもんね。すごいですよね。あれ怖いですよ。こう映像だけで見たら本当にただの前に出てくるファイターかと思ったんですけど、やっぱうまさがありましたね。攻めてる中にもちゃんと計算されたディフェンスがすごいうまかった。芯もしっかり外してたんで、あとノーモーションもすごいと思いましたよ。やっぱりジャブみたいにストレート出るし、あれすげえなと思ってます、うん、右のダブルのノーモーションがもうずっとマスノリは対処できんかったっ、うん、やっぱりそうだよね、見えんよねあれ。あと会長、試合前にリングの大きさが結構問題になってたじゃないですか。あ、実際に試合始まった時、リングの大きさは戻ってたんですか？規定内には戻ってたんですか？
あの試合前日にリングチェックできる時があって、その時見たら、あ、狭ってやっぱもともと狭いのは想定してたんですけど、うん、はい、で、はい、で実際にまあ、あのその時は、ちょっとまあ、まあ、人を使ってこう大体165cm の人が3人分って言ったら 4.9 しかないじゃないですか。なるほどなるほど。よくよくあの矢吹正道が、調べたりとか、あと X にそのリングの狭いことあげたら、あの規定の大きさじゃないよっていうのが分かって、でそこはでも正道すごくて、もうすぐ WBC とかで後期ファウンダーとかにすぐ連絡して抗議してくれっていう形で。なるほど。だから規定のも設定があったんだね。ありえないですね。ものが 4.8 メートルだったんですよ。本当は、5.5 メートルないといけないのに、4.8 メートルしかなくて。試合の時は戻ったんですか？ 5.5 まで。後期ファウンダーが猛抗議して、もう映像には出せないぐらい、素晴らしい仕事、すごく怒ったぐらいで。で、リングを、その規定ギリギリの 5.5 メートル。松田のジムと一緒じゃないですか。もっとちっちゃいやつ。もっとちっちゃいです。もっとちっちゃいです。でも本当に一緒に入る。リングの大きさと王者のやつが全然違うす、ね。全然違いますよね。あと柔らかさはどうだったんですか。やっぱ柔らかかったんですか。フロアリングの。あ、そこはあまり気にならない。あ、気にならない。そう。やったボクサーなのに。あ、まさか気にしなかった。あ、そうなんだ。大きさだけです、ね。あ、そうなんだ。なるほどね。柔らかさでも気になるっすけどね、自分。あ、確かに。褒められてます。わかります。でですね、オープンスコアでやってたじゃないですか、試合。はい。で、途中で一旦スコアリングが出た時に、はい、4ポイントマイナスぐらいでしたっけ。ああ、4ポイントですよね。それを聞いて、まあまあ想定内でした。マスノリと2人で行ったのは、まあ、ラウンドの半分ぐらいまでで、五分で持っていけたら、五分で持っていけたら儲けもんぐらい考えてました、ね。やっぱ厳しい試合になるっていうのはもうやっぱ想定して。判定で勝つ気がもうなくて、あんまりその4ラウンドの採点では僕も気にしてなかったですよ。だから別にそこで4ポイント負けてるぞって伝えることもなかったですよ。なるほど。すごいですね。なんか鼻からもう判定で勝つ気ないよって、もうすごいかっこいいですよね。かっこいいですね、マスノリは。だって最後まで諦めなかったのは本当に彼すごいですよ。そうですよね。この中で最後の1秒までね、本当すごい。で、実際にマグネス選手が、あ、これちょっとだいぶ落ちてきたなとかっていうのを見てて、はい、何ラウンドぐらいでした？ところどころでも最初の4ラウンドは結構グーッと来てたけど、やっぱ途中からちょっと疲れたのか休む場面もあって、で正則がこうしてた時もあったんですけど、回復したらやっぱまた出てくるんで、その時やっぱ正則が劣勢に立たされたの。相手もずっと同じペースではなかったですね。ところどころ休んでました。やっぱりスタミナのそういうなんていうんですかね、ロスみたいなのは見てて感じてました。相手の今疲れてるなとか、そういうのは分かりました。生で見てるときでも俺分かんなかった。ずっと元気になって思っちゃうんだけど。でも、ダメージも使えるよ。ダメージ蓄積になる。でですね、僕がまあ、アベマの中継を見てて思ったんですけど、10ラウンドぐらいがターニングポイントだったのかなと思ったんですけど。あそこはもうなんか作戦の幅に。あ、そうなんですか。途中採点を知ったのが、8ラウンド終わって9ラウンドの途中だったんですね。日本だと、多分8ラウンドと9ラウンドの間のインターバルでこう採点発表するけど、でそれで9ラウンドからこう作戦とか変えてくるんですけど、その時の試合は途中採点を知るのがその9ラウンドの途中だったんですよ。なるほど。なんでその作戦を変えるのがその10ラウンド。ああ、なるほどね。差開いてましたもんね、確か。4ポイント。4ポイント。全員4ポイントになりましたね。もう判定じゃ絶対勝てない。そうですね。倒さな勝てない。そんなに開いとるかなと思ったんですけどね。あ、まあでも妥当だでしたね。妥当でしたね。で、そこからもう倒しに行く作戦というか、指示みたいな感じになったんですか？10ラウンドから。そうですね。まあ
まあ、普通はそこガンガン行くかなと思うじゃないですか。うん、のこのマスノリと僕が分かっ僕がこうちょっとあの作戦立ったのがあのわざと隙を見せるんですよ。こさせよう。そう絶対倒さなきゃ勝てないっていうもうあのポイント差だったらもうあえて隙を作る足を使って隙を作る。そしたら相手がこう前に出てくるんですよ。でなるほど。でカウンターで一撃で仕留めるっていう。へえ。まさにリンク。なるほど。すげえっすね。もうそれも正則のメモに全部書いてある。へもし倒さな勝てないポイント差だったらもう一撃狙い。なるほど。でその要はそのわざと足を使う。そうわざと足を使う。相手のそうです。そうなんだって相手のだってさその例えばこっちが逃げちゃえばさ向こうからしたらさラッでありがとうありがとうね。足使ってもこちら最低に勝てるからさ。そうですね。でも相手も必死でしたよねだから。結構そうですねアップアップでしたもんね、うん、相手もその後半でしたね。うんいっぱいいっぱいでしたね。ラウンドを重ねつれて結構ダメージも多分相当溜まってたと思うんですよね。これすごいね。そこはもうまさに作戦がぴったりハマって。すごいね。いや本当ねその作戦通り最後ね仕留めましたね。素晴らしいと作戦通りって言うけどやっぱりあ のラウンドであんだけ手出すのすごいですよ。最初ラウンドの練習量です、ね、そうですね。よく出せるよ。あんなできないですよ。なんかの練習じゃあんな無理ですよ。できないできない。ハードもですもちろん。そうですね。気持ちじゃないんでね無理です、ね、そうです。普通だったら普通の常人だったらーサーも開いとって倒さなきゃいけないから絶対もうこっちがいっちゃいますからね。そうですね。それを裏をかいて足を使えば来るからっていうのは思わないですか。この冷静がすごいですよね。心が折れてなかったんですね、リッキー選手はね。すごいですね。さあ、で、見事な勝利をつかんだリッキー選手なんですけど、滝沢会長から見て、まあ、次、世界舞台に向かっていくっていう感じになると思うんですが、スーパーフェザー級のチャンピオンはすごい方ばかりじゃないですか。そこを今度攻略していかないといけないと。さて、率直に見て、どの選手を狙っていくとかっていう話はまだなってないですか。そう、まあ、あのこの前 WBC のシルバータイトルなので、組まれる可能性が高いのは WBC のチャンピオン、WBC WBC のチャンピオン強いですねめっちゃ強いですね。そうですね、4団体ってその WBC のチャンピオンが一番強いと思います。あ、そうですね、今多分スーパーフェザーのパウンド方で1位だと思いますよ、そのチャンピオン、はい。僕は個人的にはリキー選手だったらあのコルディナ選手なんで割とコルディナ IBF の一度決まりかけみたいな、ワンチャンあるかなと思うんですけど、それ決まったら面白いですね。小川選手とかね。そうですね、小川選手一撃でね倒されちゃいましたけど、まさかですよね。だからまああのこの前の試合もねすごいいい試合だったんで、WBC のシルバータイトル勝ったんで、なんか他の団体からもチャンスもらえる可能性広がりました。あと思うのはボクサーってやっぱタイミングだと思うんですよね、そういう大きな試合、今旬だと思うんで、これがあと2年後3年後とかになるとね、ちょっと旬を逃してしまう可能性もあるんで、今が一番いいかもしれない。そうですね、だから今のタイミングで本当に世界の舞台に立ってほしいなっていうのは。彼もあんまりボクシング長く続けたい、続けたくないみたいな。そうなんだ、はい、ずっと見たいですよ簡単にすぐやめないのに、ずっと見たいです。彼のボクシングが大好きですよ。あの軽量級は今ね日本のボクシング界すごい盛り上がってるんですけど、中量級そして中重量級ってなるとね、なかなかその世界にザー級からはかなり厳しい。厳しいですよね。いやいや中量級を盛り上げてくれるのはやっぱりあの力士正則ですよ。そうですね、絶対。そうですね、これ日本の誇りですよ彼は。ねえ、ぜひ世界の本当に舞台立って取ってほしいですね。本当にやっぱコメントはすごかったもんね。すごいですよ。みんなもう見ゆきもらったんで、あの畠山選手の解説もね、はい、トレンドに入ってましたもんね。人間味があってすごかったですね。変な真面目なねあの解説よりも、ね、感情も切れちゃった感覚みたいな最高っすよ ね, ねあれダウンじゃねえかよとかね言ってましたもんねいいっすよね、熱いっすね。いや本当あのまだ1年ね半分ぐらいしか経ってないですけど、最高試合の声がね上がってるぐらいの試合でした。いやもう本当に最高試合ですよ。誰も真似できませんよ。ぜひね、あのまた世界タイトルの時は滝沢会長がねセコンドに立ってるのをぜひ立たせていただきたいです。滝沢会長しかいないでしょ、うん、でまた 3B チャンネルで取材をさせていただくと、その説はまあ彼にいつ愛想つかれるかちょっとまあそうならないように頑張ります。
本当、素晴らしい試合でしたね。あのこれからもやっぱり力選手ぜひ世界にね押し上げていただきたいなと。でも今力選手みたいにまさにチクモみたいでしょ。ああ、はい、同じ。すげえよ、すごいすごい。あの兄弟半端ないっすよね。すごいっすよね。多分あの兄弟もすごいめちゃくちゃ IQ 高いと思いますよ。絶対そうですね。それを自分たちで組み立てれるのってすごいですよ。すごいっすね。なんか考えてボクシングするから、ただやみくもりってわけじゃないから。そうっすね。すごいと思います。すごいっすね。やっぱり考えないと今強くなれないですね。でもそんな兄弟を教えてるのが、あの S グル会長ですからS グル会長すごいですよ、本当に。カメラ回ってなければさ、もっと放送禁止用語とかだ今日いつも来てる、来てないもん。ここにいつもあの X ビデオ来てるポルノハブ。そう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 。あ、会長大丈夫ですよ。あの交換音はあのケイデさん用にいっぱいあるのブーとかスグル会長は酒飲ませないから間違いないです。ね、いつか、で、ですよですか。いつかやりたいですね。そのさ酒の席で。いや、多分本当やばいと思いますよ。もういや放送できないですか。僕が好きながらこの二人はやばいですよ。それあのね、えらいことやってあります。二人二人二人。で僕でもスグル会長と会ったことないんですよ。あ、いつか企画しましょうよ。ぜひ。ね、あ、そうです、ね。経歴はあるけど、経歴はあるけど、ね。やりましょう、やりましょう。一緒に路上で寝てましたね。うん、あの、他何人かね、また合わせて。はい、やりましょう、やりましょう。違う路上で寝てます。別の意味で。はい。まあ、またちょっと泥酔の伝説をじゃあ作りましょう。泥酔を。泥酔を。はい、わかりました。いやでも本当会長今日お忙しい中ね、いろいろ貴重なお話、こんな田舎まで来ていただいてありがとうございます。もう貴重な話を、ちゃんと彼からあの請求書もらったから、請求書、あ、すごい請求書来ましたね。請求書もらいました、びっくりした、びっくりしましたね。ちゃんとあの作りがすごい本番になって、よう調べてね、撮影と取材で、しかも店の住所までちゃんと書いてある、素晴らしいです。さあ、さあ、すみません。今日は本当にお忙しい中ね。ありがとうございます。刑事さんも急遽参加いただきありがとうございます。はい。はい。本当は今日もありがとうございました。ありがとうございました。視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。よいしょマシェ、よいしょ、マシェ、はい、ケイセから3つのお願いがあるんです。はい、1つ目はマイトさんお願いします。チャンネル登録と友達を紹介してください。お願いします。友達に紹介するとケイセさんからサインがプレゼントされます。でもいらない。2つ目はケイ君、声ちっちゃい。その、Kさんの風味付けなんで、スリービーチャンネルを応援していただけたらと、Kさんが喜ぶんで、よろしくお願いします。まあ、いい意味ですね。で、3つ目は、彼女募集中です。よろしくお願いします。いやいや、自分だけやった。違いますね、ちょっと。あの、コメントをぜひお願いします。あの、お一人一人必ず返しますので、ぜひお願いします。アンチ問わずお願いします。はい、アンチも待ってるぜ。お願いします。